ってらっしゃい。すげえな、ちょっと俺用事できたから。褒めるんじゃなくて対抗して。対抗心なんだね。四つ葉先生出たんですか記録なんか。出た。見てよ、ガミトモくん。すごいですよ。四つ葉先生の記録。雷電コース。雷電コース1ですよね、多分。車両訓練コース。車両訓練コース、そう。四つ葉先生は第4位。え、そんなに ?428。すごっ！うわ、やっぱ四つ葉先生もやるときはやる女なんだな。トリのマグナム。ほんとに速い。実力が、やっぱあるんですよ、四つ葉。すごいな。じゃあ、時系対応さ、今から5人運ぶわ。とか、そんなに言いそう。ペース巻いたから今から戻るわね。すごい。犯罪者も逮捕しといたわ。すごい良すぎる。この犯罪者邪魔なんだけれど、引いていいかしら。今からヘリアタックするわね。今から引くわね。病院一のサイコパスだからな。殺しちゃえばいいんじゃないかしら。四葉先生一人でいいんだ、もう。倒しても私が蘇生すればいいだけだから。ええ、ええ。自己完結ね。何度でも倒せるわ。すご。最強の四葉先生。見たいな、最強の四葉先生。半分冗談だけど、半分言いそう。そこ今、犯人が止まってるんで、救助行きません。あら、じゃあ引いちゃえばいいんじゃないの？って。事故に見せかければいいのよ。もう引いちゃったのだけれど。もう引いちゃったのだけれど。事後処理をこっちに求められるの。おっかなすぎる。誰か救助回るかしら。でももう引いちゃったわよって。引く前に言ってほしいですよ。一緒に本社に運ぶわね。ヘイトタンクだ。はーい、お大事に。って言いながら引くんじゃない。お大事に。あらあら、危ないわよって倒れた犯人。怖すぎるよ。どうして倒れてるのかしら。自分で聞いたこと忘れてる。あら、倒れてるわね。どうしたのかしら。それ怖い。かわいそうに本州に運んであげるわよって。怖すぎるな。四葉先生言わないしりとりやろう。ノビーさん言わないのは簡単だろ。四葉先生が言いそうなやつ、しりとり。言いそうなやつ。言いそうで言わないじゃないと、やっぱり。言いそうで言わないのしりとりね。言う機体伝統だから。四葉の歯からやろう。歯。墓石はもう買ったかしら。墓石言わない、言わない、ギャングのもうお店ら。ら。ラーか、来年を迎えられるといいわね。怖い、言いそう、言いそう。怖いよね。よくそんな瞬発力あったな。うん、すごい。まあ一旦パスもありですよね。ラとネとドは結構もうヘリの練習してきます。おい、逃げた。逃げんな。貴重物ね。じゃあお題、猫。いや、猫に残虐な行為したくないんですよね。猫になったでもなったつもりなのかしら。猫にでもなったつもりなのかしら。猫の方が役に立つわね。辛いよ、そんなこと言われたら。ロビーうまいな。すごいな、みんなうまいな。寝てるのかしら。あ、死んでるわ。寝てるのかしら。寝てるの、おさむ。あ、ダンボールだったわ。どう間違えたんだろう。ここかー。しよう。
上どういうことですか？やっちゃっちゃ。あ、抜き忘れたコード。抜き忘れちゃっちゃ。燃えた燃えた。燃えさん。そう、大炎上中です。すごい、なんか黒い点々いっぱいついてる。マスロ帰れ。燃えさん。よかった。マスロ無事だったんだ。大丈夫だよ、ラード。何言ってんの。え？ここには炎が。何よ、炎なんて。すごい、マーブル模様。うー、危ない危ない、気をつけてね。間違って乗っちゃった。おもみ先輩、ちょっと来てくださいよ。なになにな。見てこれ、これ多分ももみ先輩が貼ってくれたと思うんですけど、これ。うん。お疲れ様でした。そろそろ一番下でブイブイ言わせてたガミ友がもう今や真ん中らへんですよ。本当だ。お疲れ様です。優待じゃん。お疲れ様です。嘘。ほら、え、ヘスティメキが真ん中なの？ど真ん中ですね、ヘスメキ。ヘスメキ、だから青福組がもう真ん中なんですよ。嘘だよ、そんな。まだ0歳じゃん。いやいやいや、だって。いや、そうだけど、でも新人どんどん入ってきてるんで。でもそれ、すごいな、これ歴史。ここに、ここにいる人たち、まだに普通に来てるからさ。ね、なんかすごい。今日いたよ、ずっと、タヤコも。やっぱ、病院いやすいんですね。もう、まあ、しそじくんとまなみちゃんは超レアになったかな、タヤコより。あー、確かに。しそじまなみが超レア。でもそれ以外の人ちょこちょこ顔見かけますね。まあ、リュウポはいないけど。あ、あとミレイちゃんも超レアになっちゃったな。あー、そうですね。ヒーローは？ヒーローとベリー同じぐらいのヒントになっちゃったな。お疲れ様。確かにベリー会いたいな。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。うわぁ、歴史感じる。すごくない？え、だってカメトモくんの後ろこんなに人いるの？そうなんですよ。嘘。あんな一生懸命ミーヤちゃんの話聞いてメモを取っていたガミトムさんがこんなとこに。泣きそう、それ言われると。一生懸命メモを取ってペラ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 って口が落としてたの、ずっと知ってたもん。覚えてくれてるんですね、もみ先輩。ありがとうございます。熱心だなと思って。ミーヤちゃんって教え方すごいさ、丁寧でさ、そうですね、寄り添ってくれるタイプだからさ。そうそう、メモ取りやすいだろうなと思って。なんかギャルゲーに例えてましたけどね。まず患者さんがいたら出血があるかどうか、そしたら出血ルートねとかって。かわいいミニャちゃん。そんなミニャちゃんも今では猫カフェのほぼ店長だもんな。今本当に店長なのかな。確かに。もうほぼ店長らしいですよ。ほぼ店長だもん、ね、そうなんだ。もう仕切ってますから。うん、頑張ってるミニャちゃん本当に。でもその会やって結構猫カフェ流行ってるし。そうだよね、めっちゃ盛り上がってるよね。本当に努力だよ、ミヤちゃん。すごいすごい。なんだかんだ言ってリュウプと同じ魂はこの町にいるから会えるしね。確かに。魂というか本人ですけどね。